こんにちは、みほです。今日も朝ごはんを何分で作れるかチャレンジしています。まず冷凍のご飯を電子レンジに入れました。そしてお湯を沸かすスイッチを入れてフリーズドライのお味噌汁の準備をします。こちらのフリーズドライのお味噌汁にお豆腐を入れようと冷蔵庫から取り出して置いておきました。ご飯の上には納豆をかけるので納豆の準備をしてるんですけれども、なんか豆がフィルムに貼り付いてちょっとここで時間がかかってしまいました。はい、タレを入れてスプーンで混ぜご飯の上に乗せます。ご飯は電子レンジで1分いつもやるんですけれども、今日は調子が悪くて1分やったのにまだご飯がちょっとシャーベットみたいになってました。はい、そしてお湯を入れて、お豆腐を追加で入れました。はい、はい、出来上がり。今日は2分17秒で出来上がりました。夕方になってから用事があって赤坂に行ってきました。雨が降っていて寒いんですけれども、イルミネーションが綺麗なのでちょっと歩いてみました。すごいカラフル、すごい綺麗ですね。ハリーポッターって書いてあるので、あ、舞台やってるんですね、ハリーポッターの。いいな、綺麗なものが見れてよかったです。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。